ヨハン・ビィルヘルム・ゼターステッド、ヨハン・ビィルヘルム・ゼタールステッドは、スウェーデンの博物学者である。主に創始めやマクシメなどの昆虫に関する著作で、知られる。スウェーデン南部、エステル・イエートランド地方のミエルビューで生まれた。ルンド大学で、アンデシュやハンレチウスの下で学んだ。1810年に、植物学の准教授、1812年に、博物学の助教授になり、 1922年にカール・アドルフ・アガードの公認として植物学と実用経済学の教授となった。1810年代からラップランドの各地を調査し多くの標本を集めた。1831年にスウェーデン王立科学アカデミーの会員に選ばれ、ロンドン昆虫学会の外国人会員にも選ばれた。ゼタール・アルステッドの集めた多くのタイプ誌を含む標本は、 ルンド大学の動物学博物館に収蔵されている JW ゼターストは植物の学名で命名者を示す場合にヨハン・ウィルヘルム・ゼタールステッドを示すのに使われる。ありがとうございます。